ケイ。さあ、すごいところに来ておりますけども。なんかすごいラグジュアリーな。なんかすごいラグジュアリーな。ラグジュアリーでしょ。このあのライトがブインって出てきて、ブワーン。じいさん覚えてるかわかんないんですけど、はい、別の企画を撮影してる時に、うん、まあ、テオ君ってやっぱコロコロ髪型変わるよねみたいな話を、うん、 ね、で僕結構見返したらめっちゃ変わってるんですよ。そうだよね、なんかセンター分けの時もあったりとかね、長方形の時もあったし。そうだよね。でじんたんがコロコロ変わるよね、いいな、俺も結構変えてみたいなみたいなこと言ってたんですよ。うんうんうん、思い返してみればずっとこれなんです。出会ってからずっとこれだな。ちょっとパーマ変えたり企画でちょっと坊主にしたりとかあったけど、うん、デボがずっとこれなんで。やっぱジンタも変えたいっていう思いはあるんだろうなっていう。まあまあ確かに、なんか怖くて変えれないに近いかもしれないね。そうそうそう、なんか安定をずっと取ってきちゃってるって感じかもしれない、うんうんうん、どうせなら日本一の美容室に連れてきて、なるほど、だからこの、はい、日本一そうな、日本一そうな、日本一そうな、このすごい日本一そうでしょ。うん、なので僕見つけました、日本一の見つけましたね、日本一の美容師さん。はい、はい、早速登場していただきます。はい、キョングさんです。はい、皆さんラグジュアリー、わー、すごい、世界一の美容師キョングクルーでーす。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。もう見るからにラグジュアリーな。あ、ありがとうございます。まあ今日もね、実際にジンさんには、はい、もうラグジュアリーイメージ、マジっすか、してもらってます。人生変わりますよ。本当に人生変わる。人生変わる。どんな人生になりたい？え、もう華やかな。華やかな、はい、任せてください。今以上に。そうなんです、髪型ずっとこういう感じでしかなかったんですけど、もう今回は、うんうん、全て京極さんにお任せしたいなと、はい、思ってます。もうどんなスタイルでも OK、 NG なしってことで、ラグジュアリーになれば。あ、ラグジュアリーになれば。あ、僕がですか。はい、はい、で、ラグジュアリーになるとなれば、まあ、NG はないです。 NG ないですね。はい、そしたら無限にね、素材がいいので。あ、ありがとうございます。ね、もうこのルックスはね、もう甘めでもいけるし、かっこよくでもいけるし、ラグジュアリーにもいける。ラグジュアリー、ラグジュアリー、どこなの。かわいい、かっこいい、ラグジュアリー。そうです。どこをふわっとして、ふわっとして、どっちなんだろう。もう今日はね、そのジンさんの今まで引き出されなかったラグジュアリーな一面を、はい、引き出します。おお、はい、いや、テオ君がね、見つけてくださって。そうなんですよ、今回なぜ京極さんにお願いしたかというと、はい、指名料というものがあります。指名料あるね。指名料さんにお願いします。京極さんの指名料、うん、55万5000円です。いや、高ー。はい、いつもありがとうございます。いや、いつも、皆さん、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。ないのよ、高くない。い、高いとかじゃないですよ。いや、高いだろ。京極さんの腕にかかったら55万5000円しますか。こちら、なんで55万5000円という設定なんですか。まあ結構本当に自分のお客さんに関しては、はい、京極流にやってもらってから、本当に人生が嘘のようにうまくいき始めた。本当、要するにヘアスタイルって、うん、結構エネルギー吸収できるんですよ。うん、だってこうね、太陽からこう吸収されて、まあまあまあ、ヘアスタイルってね、顔の面積よりもやっぱね、後ろの顔というふうに言われてるので、あ、やっぱね、こう結構後ろ姿でもうすごく決まってるとか、やっぱ全体的なイメージがいいと、その時点で、ね、運気が上がるんですよ。ああ、髪型から、はい、まあ、それだけ言うとただ単にね、スピリチュアル系でうさんくさい人になるんですけど、僕、うん、はしっかりとカットとカラーでも、まあ、ロンドンで開催されてる世界大会、うん、まあ、5000人くらいでエントリーしてる、で世界一を実際に、あ、はい、アジアから初めて世界一。マジですか。はい、5000分の1。そうですね。え、はい、それは何するんですか。なんかそういうヘアスタイルを作るみたいな。あ、そうです、あのテーマがあって、でそのテーマに対して、じゃカットとかカラーで、あとメイクアップ、でトータルでそのテーマをみんなで競い合うみたいなっていうコンテンツ。その一つのテーマが決まっててとかですか。そうです。それ何、その時はちなみに何のテーマ。その時ユートピアですね。むずテーマ。今回テーマが、はい、夏を。夏を、夏のね、うん、はい、なんでラグジュアリーと夏を掛け合わせ、ラグジュアリーサマーですね。その通り、テーマそれですね。ラグジュアリーサマー。ラグジュアリーサマー。どんなラグジュアリーサマーを過ごしたいですか。うわ、むずい質問。でもやっぱこれから8月で、8月、そうですね、やっぱいろいろと、はい、まあね、パーッとこう楽しみたいんで、あ、なんかやっぱ外で見ても映えるような髪型っていう。あ、もうすぐ分かるように。すぐ分かるように。すぐ分かるように。ラグジュアリーだ。ああ、任せてください。珍しい、やっぱりあの人混みに溶け込むのが、はい、そうなんですよ。とりあえずこうバレたくないっていうのもあったんですけども、はい、
やっぱり彼も、あ、もうガンガン出して心境が変わってきて、なんかここに来て、なんかラジュクルアリーな感じだった。ラジュクルアリー、ラジュクルアリー様、ラジュクルアリー様になったかもしんないですね。やっぱね、イメージ変の覚悟できる方にはね、全力で僕もします。うわー、嬉しいよ、それは、はい、ちなみに、ラグジュアリーですって言って全ポーズとかはないのかな。私にとってもラグジュアリー、まあそうか、そう、もう京子さんに全て任せよ。そうか、任せてください。こちらからオーダーをしてるとかも全くありません。でも俺怖いのが、はい、だからそのここでちょっと裏で手組んで、うんうんうん、ドッキリでちょっとジンタンを坊主にしましょうみたいな。実際ね、2つのテーマあるみたいなね。そう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 。裏でなんかやってみたいな。ないない、それはやってからの楽しみです。いやいや、怖いのよ。人生で一番ラグジュアリーなスマイルを最後。ラグジュアリーなスマイルって何だよね。わかんねえ、まだラグジュアリーが把握でききれてないよ。ラグジュアリーがまだわからない。わかんねえだろ、お前、さっき聞いたばっかりで。すごいですよ、一番ラグジュアリーからかけ離れてんだから、このやつ。そうなんだ。早速、はい、早速移動しましょうか。移動しますか。移動しましょう。すごい綺麗だけど、はい、ジェインさんのためのラグジュアリールーム、どうぞ。ラグジュアリーです。ここです、はい、あ、ファンこちらです。はい、太陽、はい、太陽、そうです、太陽のように眩しい人生を過ごしていただきます。あ、すいません、はい、どうぞ。そう、シッシ座りましたね。なんか怖いんだけど。座りましたね。いや、怖い怖い、もう人生がこれから変わるチェア。いやー、はい、素敵。ライフチェンジチェアに。わー、すごい。ライフチェンジチェアだ。ね、すごいっすね。人生が変わりそうですね。でも座り心地めちゃくちゃいい。いいですよね。はい、確かに。ずっと人生このイメージですね。そうなんです。しかも今かなり髪の毛伸びてて、うんうんうん、ちょっと毛量が結構多いんで、もう全然、バッツリやっちゃって、うんうん、じゃあちょっと、僕と真帆さんは外に出てますので。あ、ラグジュアリーしないんだ。外でちょっとラグジュアリー。いや、外ではできないから、ここだけだから。今日はラグジュアリーは限られた人しか体験できないんです。あ、そうなんだ。今日はその切符はジンさんです。いいですか、ありがとうございます。じゃあラグジュアリーシャラップで、はい、ラグジュアリーシャラップ静かにしてって。最高の相棒のジンさん、任せてください。任せました。はい、翔くん、はい、お願いします。熱いな、熱いのよ、すごい。はい、任せて。しっかりと気持ち受け取れました。はい、これからラグジュアリーイメージ始めましょう。あー、やった、よろしくお願いします。シッシ、はい、オッケーですね。はい、スタートしましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあちょっとメガネ取りますね。そうですね。切り替えて。あー、でもメガネ取るのもいいですね、雰囲気また。さらに、あ、本当ですか。わ、嬉しい。京子さんずっとサングラスかけてますよね。そうです、やっぱラグジュアリーですから。え、世界が変わりますんで。いやいや、そんなに。そんな、え、素顔とか出してるんですか。あ、素顔も出してますよ。素顔出してます、出してます。あー、そう、はい、あ、つぶらのかっこいい。まず、早速ラグジュアリーシャンパンを楽しんでもらいましょう。はい、どうぞ。ラグジュアリードリンク、ラグジュアリードリンク、はい、ジェイさんのラグジュアリーシャンパン。うわー、ありがとうございます。はい、いただきます。はい、飲みながらラグジュアリーイメージ。すごい、ラグジュアリーだ。いただきます。たくさん飲めますので。いただき、たくさん飲めるの。え、ベロベロになってる。いいです、はい、そういうね、自分のリラックスする時間にね、していただきたい。ガチシャンパンがすごい。はい、パンです。わ、途中でもしおつまみも欲しかったら言ってください。わー、スラグジュアリー。この空間はね、すべてジンさんのどんなわがままでも叶える。素敵だな。今まで書き上げたりとか、うん、そういった書き上げることなんてなかなかないですね。あんま見ないですよね。そう、見たことない。あったとしても、ここをちょっと、あの、沿ってくらいの。あ、そうそうそう。でもまあ、パッと見はずっとこのスタイル。あ、もうです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 。ね、もう全然、結構出して、めっちゃかっこいいよ。あ、本当ですか？あの、出たとき恥ずかしい気持ちもありますけど。めちゃくちゃかっこいい。うん。デコ出したらもう俳優。俳優ですか？俳優フェイスなの。そんなに、うん、ラグジュアリーカットしていきます。うわーい、ラグジュアリーカットだ。ラグジュアリーカット。あ、もうすごい、結構でもやっぱいきますね、やっぱ。うん、めちゃくちゃいきます。うわ、いいっすね。うわ、楽しみ楽しみ。めちゃくちゃいきます。お、すごい切ってる。やっぱあの、あんまり変化を求めなかったんで今まで。だからすごい、そこそんな切ることなんかいいかな。
一瞬でなくなりましたね。一瞬でなくなるから、いや気持ちいい気持ちいい。ラグジュアリーサマーね、新しい自分と出会う旅。あ、そうっすね。今まで結構ずっと同じ自分だったんで。うん、自分と出会う旅なので。なんかあれですよね、ホストしてたってわけではないんですよね。あ、そうです。そう、あの美容師一つで、はい。あ、なんかカリスマすぎてちょっとなんかそういう風な感じにも見えるというか。ああ、ありがとうございます。まあやっぱどっちもね、人を幸せにしてるもんね。そうですよね。うん、ね、ハッピーよね。だから。いや、俺最初来る時正直怖かったんですよ。なんかその知名度すごい高くて、なんか見た目だけ見てたんで僕。ああ、はい。すごいめっちゃゴリゴリに怖い人なのかなと思ったら、ものすごくラグジュアリーというか優しくて。ああ、嬉しい。なんか相性いいですね。なんか相性いい。ですね、なんか学生時代どんな過ごし方してたんですか？学生時代、日本に来て、12歳日本に来たんですけど。あ、12の時に日本来たの？そう、12歳の時に日本に来て、でもその時日本語全然喋れなかったんですよ。はい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 。なんかその時はコミュニケーションできないので、まあかなりね、孤独な時間をね、最初過ごしたんですよ。あ、そうだったんだ。そう、空白の6年間。空白の6年、あ、小学校時代ですか？そうそう、あ、中学校と高校ですね。そっか、中高高校そうそうそう、空白の6年間って言える空白の6年間、めっちゃ辛い学生時代過ごしてるじゃないですか、それ。そうなんです、まあ自分がね、あれいけないんですけど、ちょっと現実逃避しちゃった自分がいたから、まあ日本語をね、まともに勉強しなくて。うんうん、そっかそっか、ね、じゃああんまりその、日本での友達とかもあんまりできず。そうなんですよ、なんで、まあずっとそのうん、オタクでゲームずっとやってました。ええー、本当っすか？すごいゲーム課金してる、ね、あ、そうなんだ。はい。おいくつなんですか？今29です。あ、20、あれ ?29? そう。あれ ?29。今年30ですか？そうです、そうです。あ、そうです。こうです、自分の。おー、最高、同年代。すごい、同年代だ。同年代。すごい。で、学生時代、その、結構塞ぎ込んでてゲームしてて。そう、で、そっから、まあ、本当に自分の人生このままでいいのかなっていう感じで。わ、すごい。まあ、ちょうど進路を決めるとき、大学っていうのもなんか4年間でもすごく長いな。しかも入ったとしても、うん、そんな人生変わらない気がして、結果また自分がこう、その逃げるんじゃないかなっていうふうに思っていて。あー、うん、なるほどね。はい。なんで、そうなったら、もう何か手に職つけたいな。はい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 、まあ、要するに今まではすごい言葉の壁で何もずっと逃げ続けたので、うん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 、次はもう言葉なくても人とコミュニケーションできたりとか人を幸せにできるというふうに思っていて、そこでまあ美容師というか、なるほどね、うん、やるんだったら一生この仕事やっていくっていうふうに、そっか、覚悟を決めて、なるほどね、昔自分が防ぎ込んで逃げてたりとかしてたからこそその自分に勝つみたいな。そうです、そうです、そうです、ね、すごい、いや、かっこいい全然その塞ぎ込んでたとかって全然見えなかったんで、なんかもう中高ブイブイ言わせてたのかなと思ってたんですけど、いや、そういうわけでもなかった。そうなんですよ。じゃあ学生の頃の友達とか見たらびっくりするんじゃないですか。もう別人ですね。ですよね。別人ですね。自分も割と学生時代、まあその塞ぎ込んでたじゃないですけど、うんうん、割と友達少なめだったりとか。あ、そうなんですよ。だって今めちゃくちゃポジティブ。あー、もうそう、あの自分もそう、こういう活動してからこう前向きに考えてるんですよ。じゃあ新たなセカンドライフ、ね、そんな中でこのまたラグジュアリーにしていただいて、うん、確かにもう約ね、これから次のステージに行くんで、うんうん、それに向かって次のステージ、次の今日からですもんね、次のステージっていうのはもう今日から変わるってことですよね。今日からもういい、あのね、で、こっから一回ブリーチして、さらに天気見て、はい、うん、で、もう一回カットで調整していきます。はい、わかりました、はい、で、ブリーチは、はい、このブリーチモンスター、何それ何それ、この紫のブリーチと、あとこのダイヤモンドも体として入れて、なんかこの中に、これすごくもうめちゃくちゃ優しいブリーチなんですよ。こういう優しいブリーチなんだ。へえ。優しいだけどめちゃくちゃ抜ける。このプロテインみたいですね。そうなんですよ。これすごいよね。髪がね、ハイになる粉。わあ、すごい、素晴らしい。はい、これで調合していきますね。わあ、やったー。じゃあもうシャンパン飲んじゃおうと。飲んじゃう、飲んじゃう、飲んじゃう。今日はもうこのブリッシュこういう感じになってて、あー、すごい、紫なんです。ほんとだ。で、こっからこの粉に関しては髪と同じ性質、同じ成分なので、これを入れることによって傷まない。要するに髪の中の色素を破壊して塗っていくんですけど、で、これを入れることによって髪のね、その元々の中身が破壊されない。へぇ、うん、そうなの。なんでもうブリーチしても新成分と同じ状態。匂いめっちゃいいよ。そうなんですよ、匂いめちゃくちゃいい。はい、めちゃくちゃいい匂い。パンケーキみたいな匂いする。そう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 、そうそうなんです。だから頭皮も結構それでブリーチって結構痛いイメージあります。あります。それも軽減される。そうなんだ、はい、あ、美味しそう。そう、美味しそう。美味しそう。そうです。あ、すごい。
はい、じゃあ渡ると一緒に塗っていきます。あ、渡さんよろしくお願いします。渡るも僕に今指名料を払って学生の時代でお客さんとして来てくれて、しかも学生の時にあのバイト代貯めて来たよね。その時はまだ55万ではなかった。あ、なるほどね、そうかそうか、さすがに。じゃあ一緒にね、働けるのもすごいですね、不思議な。いやなんかご縁があって。あ、そう。はい、ラグジュアリーダイヤモンドブリーチ、イエーイ、ブリーチしていくよ。ちょっと明るめから暗めにしてるので、はい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 、前回の薬剤が綺麗に抜けてくれたら提案できる幅相当広がります。あ、本当ですか、うん、やっぱ自分いつもこう暗めというかアッシュ的な感じのにはしてるので、うんうん、やっぱすごいあれですね、最初の頃日本語全然できなくてっていう言ってたじゃないですか、うんうん、今すごい日本語お上手というか、もう長いってのもあるでしょ。え、嬉しい。いや本当にすごい。結構日本語勉強した時はバラエティ番組めちゃくちゃ見ました。なるほどね、うん、勉強になるんだバラエティ番組って。めちゃくちゃ勉強になりますね。へえ。バラエティだと面白い、みんなが笑ってるのに自分がその笑うポイントが分かんないから。あ、そっか。そう、それ全部ノートに書き、めちゃくちゃ努力してる。そっから後から調べて、なんで笑ってるのかって。そうそうそう、すごい勉強。そこまでしないとちょっと同じこうマインドになれない。うん、そう。スキピとか知ってます？言葉スキピしてる。スキピ、そうそうそう、スキピとか。キニピも知ってます？気になる人。あ、キニピ。キニピ新しい。キニピ新しいですよね。キニピ新しいね。そうなんですよ。今それこそジンさんはみんなのキニピじゃないですか。もうさらに今日はね、ラグジュアリーイメージで、うん、みんなのラグピーになる。ラグピー新しい。いいね。こう結構いい感じ。髪質はもともといい感じですね。あ、本当ですか。うん、元気。元気。元気。元気ってなんか良くなさそうじゃないですか。元気って。髪元気ですよ。元気ですか。元気。すごい元気だよね。元気ですね。あ、そうなんですね。生き生きしてます。いや、本当。いいね。どんどん垢抜けてきたよ。うわー、楽しみだ。結構シャンパンとか飲んでも泥酔しちゃうみたいなお客さんさすがにいない？あ、うん、全然いますよ。でも楽しく。あ、結構酔い回ってきたみたいな人もいるんですね。うん。音楽をやっでも二十歳か。高校1年生かな。おお、じゃあ音楽歴すごっ。そうなんですね。ずっとアニメ好きなんで。ああ、いい。アニメの曲を、うん、ラップアレンジするみたいな。ああ、いいっすね。だから今アレンジしたらラグジュアリーバージョン。お、間違いない。ぜひ明日以降からアレンジいたしましょう。ねえ、ラップアレンジってアグジュアリーラベンジ。うん、アグジュアリーラベンジ。髪髪髪終わってるもん。海外とかで音楽活動とかは海外はなんか考えてないなぁ。まあそうなんです、もう日本で。え、英語もできるってことですよね。英語もできます。じゃあ中国語もできるし、はい、英語もできるし、日本語もできる。日本語もできます。え、すごっ。普通に疑問に思ったんですけど、うん、自分の心の中で考える言葉って、うん、はい、中国語なんですか、それとも日本語なんですか。日本語ですね。日本語なんだ。あ、日本語なんだ、やっぱ考えるときの言葉も。あ、じゃあ日本だ、すげえ。その中国にいる自分の人格がどっちかっていうと結構ポジティブで、すごいこう太陽みたいな感じなんですよ。はえー、日本に来る前、うん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 、それは喋れるから、みんな友達。なるほどね。渡るさんから見て、はい、どんな性格なんですか。え、本当にこのまますぎてびっくりします。素敵。見たことない。え、何してるの。怒ってるの見たことない。マジっすか。要するに結構どん底を見たからこそ、うん、全てのことに対して感謝、ね、感謝感謝ってことですか、ね、感謝感謝ラグジュアリー。感謝感謝ラグジュアリー。いや、もういいラグジュアリー何かとか言ってくるじゃん。もうだいぶ髪の毛もなかった。うん、もうツヤ輝いてますよ。ダイヤモンドシャイン。あーね、これね、ダイヤモンドシャイン。ダイヤモンドだ。シャンパンもおかわりしますか。早いなー、まだ終わんないなー。一回飲んでいいですか。一回飲みましょう。じゃあさて、またいただきます。もうそのままボトル。じゃあ一回ニューシャンパン。ニューシャンパン。ニュージャパン。初めての経験しますわ。美容院でシャンパンを飲めるっていうリッチな。リッチ、ラグジュアリー。ラグジュアリー。ここで普通に絶対ラグジュアリーって言った方がいいね。普通にはリッチで。あ、来た。来た。すぐ出てくる。ラグジュアリー。ラグジュアリー。チェース。シシ。そう、ここのお店が21歳でオープンしたんですよ。
そうなんだ、はい、でもそこからすごいですね、そのお客さんがこう、そこからもう僕も YouTube のおかげですね。あ、YouTube で、はい、あの 毎日モデル3人ぐらい撮って自分で編集して、はいはいはい、自分で撮影して、それからもずっと11年ぐらい動画をずっとやってます、ね、すごっ。そうだ、自分も YouTube を通して人生変わりましたね。ですね、じゃあ一緒ですね、やっぱそういうこと。一緒です。で、そんな自分が今酔ってます、結構、うん、そんな自分が今結構酔ってきました。だん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 ね、なんかとふわーんってふわーんとなってきてます。お客さんと乾杯みたいなのあんましないんですか？あ、しますよ。あ、するんですか？今ちょっとチェックして、じゃあ僕も、あ、そう、終わったらちょっと一緒に、はい、一緒に乾杯しましょう。ね、しましょうしましょう。でも一人で一本なくすのは多分無理なんで、ちょっとさすがにもうベロベロになっちゃうんで一緒に飲みましょう。ねえ、ぜひ一緒に飲みましょう。一緒に今日という最高な出会いに、あ、乾杯しましょうか。乾杯しましょう。わー、嬉しいな。結構酔ってきた。うん、すごい酔ってきた。フラフラする。わー、すごい、ラグジュアリーな出会いに。わー、ちょっといいですか、ラグジュアリーな出会いに。はい、ラグジュアリーな出会いに。はい、乾杯。いただきます。量多いな。うん、わー、いいですね。美味しい。うん、最高。いや、最高ですね、このみんなで飲めるシャンパンは。これであとは、じゃあ、しばらく置いて。これあとちょっと置いて、うん、置きますね、軽く。シッシッ。ちょっと待ってください。気づいたら、ベロベロになってます。もう、ちょっと待って、あのね、ほんと顔に僕出やすいんで、今すっごい赤いでしょ。で、今もう、ぼーっとします。普通に酔ってる。今日ね、せっかく ラグジュアリーになると思って、あのメイクもちゃんとしてきて、で、髪の毛、あの服とかもちょっと、カジュアルなカジュアリーな感じにしてるんで、これからもお酒を一回止めます、控えます。はい、次ラグジュアリーシャンプー、ラグジュアリーシャンプーいきましょう。はい、じゃあ行きましょう。まず1回目、わーおー、わー、そんで顔赤すぎ結構まあ1回目なんでまだちょっと足りてないですね。うん、まあそうですね、もうちょっと行きたいですね。で、はい、今回はまずブリーチのシャンプーも優しくしていきたいので、はい、こちらの、え、この強国の、なになになに、え、はい、これこの強国の無限というシャンプー、うん、すごいキラキラしてる。でこちらで、うわー、すごい、シャンプーしていきます。これシャンプーだったんですね、それ。これシャンプー美容液です。うわ、楽しみ。世界で限定10本の1本1000万円のシャンプー。いや、えぐいえぐい、すごすぎる。はい、はい、倒します。お願いします。おい、なんかここの空間もすごいですね、綺麗で。そう、ここはね、この青いライトにね、そう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 、癒しの、もう特に今ね、ラグジュアリータイム中のシャンプーだから。いや、完全にラグジュアリータイム中ですね初めてです、ラグジュアリータイム中に次はこちらの無限、はい、無限のシャンプーでね、洗っていきます。お願いします。はい、もうすごいいい匂い。いいですよ、ね、うん、これ金箔24金入ってる。いや、すごい入ってるシッシッ。さあ、ということで、ということで、あ、おい、何ですか？西暦何年だ？今西暦2004年、24年です。2024年、2082年、2024年です。2024年8月、あの日なんだこの人。今相方さんが、はい、ラグジュアリーな世界で楽しんでおりますけれども、相方がこの決断をしたことに僕は誇りに思います。うん、それと同時に背徳感、そういうものが心の中を渦巻いて消え去っていきました夢はあります。夢は世界一の大富豪になることです。はい、彼はそうおっしゃって、アリは小さいと言いましたこんにちは。ちょっとごめん、こんにちは。何が言ってんですか。結論から話してもらっていいですか。結論、はい、感動してます。おお、やっぱり8年間相方として一緒にやってきたんですけど、そんなうるさくない、別に。やってきた分、すすきのは綺麗でしたいつまでそんな話になってんの何それ何かき氷だすいません、よし、すいません、こんにちは。ではちょっと今、僕すいません、はい、YouTube 撮ってて YouTube? はい、YouTube 撮ってて、
あの、はいはいはい、スカイピースっていう名前で活動させてもらってるんですけども。いや、わかんない、スカイピース。冷やかし？冷やかしじゃないです。冷やかし？はい、ふざけて。他のお客さんいるから時間ないからね。いないですよね。今いないけど。あ、あの僕スカイピースっていう名前で YouTube やってて、YouTube の撮影ってさせてもらってもいいですか？どんな撮影なの？あんま YouTube 見ないんだよね。ここのお店のたい焼きとかき氷をバクスっていう。バクス？あんまわかんない。バクス。バクショクス。バクショクス。バクショクス。はい。いっぱい食べるってこと。はい。バクショクスっていうチャンネルで。スカイビースじゃない。バクショクスチャンネル。やっべー、入り見すった。入り乱れた結果。入り見すった。やかし？ふやけてないです。やかしって聞いて。はい。冷やかしかよ。帰れよ、じゃあ出直します。帰れ。うわ、すごい素敵なお店だな。すいません、よし、1名です。1人。はい。あー、いいよ。なんかこれ何、どうしたの、カメラ。あ、これですか。うん、なんだこれ。はい。あ、カメラで。本当だ、アップ機能がついてます。あ、まあ、ズームかな。僕、あの、YouTuber です。あ、YouTuber？ YouTuber やってます。うん、で、スカイピースっていう名前でやってるんですけども、よかったらこのお店の、あの、かき氷とたい焼きを、うん、あの、爆食だ。爆食？何笑ってんの？やかし？はい。やかしかよ、帰ってくれよ。出直します。出直してくれよ。こんじゃ。こんにちは。こんにちは。入ってくれ。なんだよ、よかしか。はい、よかしかよ、かけれたら。失礼。邪魔すんなよ。たい焼きを、いただきました。いやもらったわけではないですよ、ちゃんと買いました。ちゃんと買ってますから。いただきます。じゃ、これは何ですか、何のたい焼きですか。これは日本のたい焼きです。いや僕、あんこがちょっと苦手なんで、カスタードにしました。おお。触りたくなっちゃう。カリカリすぎて。たい焼きってちょっとしなしななイメージがある。確かに確かに。ふわふわみたいな。ほら、カチカチだから。そうです。やめてよ。いただきます。はい。じゃあ音聞かせてもらいましょう。いきますよ。はい。あ、やだな。音重視してるときににちゃにちゃ聞こえるの嫌だな。はい、ジンさん。わあ、すごい。はい、ブリーチ終わったところで、はい、まず今日はね、こちら、はい、テキーラ観覧車並みの、すごい、ラグジュアリーカラー車。カラー車ね。すごいな、これ、豪華。はい、で、今日は、こちらのエンペラバイオレットと、あとはこちら、チタンシルバーとダイヤモンド。すごいっすね、これ。まず、ベースのカラーをグレー系で仕上げていきます。はい、で、さらにアクセントカラーとして、このファンシービビットブルーも使っていきます。うん、なるほどね、すごいラグジュアリーっすね。ラグジュアリー、これで。コンカフェ以外で初めて見たわ、これ。うわ、なんか、はい、すごい。次は実際に、ちょっとまたすごいの出てきてる。はい、じゃあの金箔カラーですね。こちら金箔を混ぜて。すごくない？しかもそんなふんだんに？そう、カラー剤に混ぜて。カラー剤に金箔？これでさらにツヤツヤに仕上げていきます。見たことないわ。はい、これで混ぜ混ぜしていきますね。わーい。わーお。すごいね。見たことない絵だわ。混ざるのこれ。混ざります。混ざるんだ。混ざります。はい。へえー、わあ、こういう感じに。あ、ほんとだ、ちょっと混ざってる。すごい、わかります。これちゃんと剣が吸収されて、うんわあ。塗っていきます。24金カラー塗っていきます。すごいカラーを塗ってくれる。
ラグジュアリー。お、すごい、見て、金粉たっぷり。ほんとだ、すごい、すごいこれ。金粉たっぷり。しかも、もういい色だね。早っ。もうグレー系なんだ。なんかかっこいいね。うん。だからもう、金箔、やっぱいっぱい入れてるんで、はい、なんか頭強盗されそうっすよね。で、初めてのワード。頭強盗されそうって何？わー、洗い流していきまーす、はい、流していこう、金箔を。お、かっこいい。え、本当ですか？うん、やばこの色はめちゃくちゃかっこいい。すごい、めちゃくちゃ気持ちいい、はい、俺目線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 。あー、すごい。あー、すごい。わー、すごい、すごい、すごい。え、なに、なんか周りに、なんか、そうです、周りに。え、すごい、すごい、すごい。どうなってるのかわかんないけど、ブルーパープルで。え、すごい、すごい。うわー、なんかもう芸術だ。え、もうここで作品作ってるやん、もう。え、 24K 髪質改善カラー。え、すごい。え、すごい、すごい。え、この状態、こっち携帯で撮ってみてもいいですか？もちろんです。え、すごいわ。わあ、ちょっとすごいわ、これ。すごい絵よ、これ。ラグってますね。これめちゃくちゃ綺麗なんだけど。ラグってますね。え、これはシャンプーですか？これ、なんですか？そうです、今、色素。これ全部、要するにシルバー系にできる色素なんですよ。これ紫入ってる。なるほどね。さらに今のカラーの色素安定させてます。なるほど、はい、そうです。映えプラス効果的。なるほど、素晴らしい。そう、ラグジュアリー、ラグジュアリー。で、これを、この魔法のパウダーをかけます。あ、すっごいいい匂いするんだけど、なにこれ。おー、すごい、めちゃくちゃ入ったよ。あ、マジですか？消えていった、消えていった、みんなでミラクルを見た。みんな、え、うん、初めて見た人も反応してる。いい匂い。一気にしかも消える。もうまるでマジシャンです。まるでマジシャン、マジシャンです。へー、ラグジュアリーマジシャン。最高な、このネバネバ系のトリートメント全部くっつけていきます、髪に。お願いします。これで髪のダメージ箇所は全部くっつく。おお、なるほどね。で、最高のツヤツヤ、クライマックス。クライマックス、はい、行きましょう。はい、ありがとうございます、はい、おいしょーい。わーおー、お、わー、良さそう、良さそう。なになになに、じゃーん。わーお、わーお、ラグジュアリーグレイ。綺麗、髪色。ラグジュアリーグレイです。あ、超いいですね、はい、あ、すごい綺麗な色ですね。ラグジュアリーグレイにラグジュアリーブルーをチャージしていきます。こっからラグジュアリーブルーが入るんだ。こっからラグジュアリーブルー入れて。なるほどね。オッケー。うん、このあれもね、オリジナルじゃないですか。これ青で夏を感じよう。ああ、なるほどね。めちゃくちゃ単純だよね。青で夏を感じよう。間もなく新しいジンさん誕生です。イエーイ、やったー、楽しみ。ラグジュアリーブルー全部入れ終わりましたよ。あー、すごい。はい、初めてだ、この感じ。はい、完成。ありがとうございます。完成。パチパチパチ。楽しみだな。オッケー、じゃあこれでね、あとシャンパン乾杯したら流しましょう。やったー、イエーイ。乾杯。乾杯。来ました、ちょっとみんな乾杯しますか。3人で乾杯。この乾杯、ね、ラグジュアリーイメージの大成功を祝って。今まで食べたシャンパンの中で一番美味しいですよ、うん、今日が。嬉しい。最後の仕上げの準備してきます。はい、お願いします。はい、お願いします、うん、あと、はい、トイレ行ってもいいですか？あ、面白い。面白い。ほら、もう微妙がすごいね、もう。よし、じゃあ流しちゃいます。はい、お願いします。この青いやつもトリートメントなんです。あ、そうなんだ。そう、これトリートメントに色素入ってる感じで。あ、へえ、すごい。そう、流すと。めっちゃ髪質にいいですね。めちゃくちゃいい。サマーサマーサマー。はい、起こしますよ。ほーい。いいですね。完成。イエーイ、やったー。完成です。じゃーん。すげー。わーおー。あ、すごい綺麗。色入ってる。完成です。へー、こんな感じなんだ。すごい。すごい。新しい。新しいね。じゃ、今までなかったですよ、うん、これは。はい、じゃあ最後。何？ラグイツヤシャワー。わー。ツヤシャワー。ツヤシャワー。
うわ、すごいすごい、空間がもう、空間すごい、すごい、オーラが、オーラが、オーラが出てる、わわわわわわわ、スイッチ、おー、わー、オッケー、かき揚げスタイルでいった、すげー、実際、かき揚げスタイルで、ラグジュアリーメシ完成、わお、すごいっすね。これめちゃくちゃ新しいですわ。新しいね、かっこいい。おっきいよ、ラグジュアルサマー。すごい。ラグジュアルサマーだね。うわ、めちゃくちゃいい、新しいですね、めっちゃ。そう、まあ、今回のポイントは、まあ、結構全体的にグレー、無彩色を入れつつも、はい、この青に関してももうちょっとエメラルドグリーン寄りの青、ラグジュアルサマーをね、楽しんでもらうような。めちゃくちゃいいじゃないですか。はい、だからおでこも、ね、結構やっぱ出した方がよりね、かっこよさも増すので。おでこなんて出したことほぼないっすよ。うん、かっこいい。わ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ラグイー、お、かっこいい、いいね、いいね。で、壁によくかったりとか。あー、いいね、いいね。お、いい、いい、いい。この目線で見られたら妊娠しちゃうね。かっこいい。イメージン大成功ということで、このシャンパンね、ボトル一本飲み干しちゃいましょう。飲み干しちゃいましょう。ねえ、ある。はい、成功祝って。うわ、すごい、量大丈夫ですか。成功祝って。おー、成功祝って。おー、ないですか。成功祝って。はい、ラウンジュアリー乾杯。さあ、というわけで、まあ、数々の撮れ高は外で撮ってきたんですけども、まあ、中の映像も使われていると思います。もちろん世界で1位になった男京極さん、そして8年間髪を切らなかったジン。緊張ですが、ラグジュアリーサマーを迎えた相方をお呼びしましょう。ジンさん、ラグジュアリーサマーバージョンどうぞ。ラグジュアリーラグジュアリーサマージンです。すごい、ラグジュアリーになりました。いいじゃないですか。今までと全く違う系統の、まさかのデコ上げ、そしてしかもここの色がすごい綺麗、あの、全く今までの僕とは違いますね。過去の僕はもういないです。新しいラグジュアリー。え、それ通してきた。これだけでもう会話4時間。取れ高ラグジュアリーじゃないです。すいません、もうそれだけです。もう取れ高は今お前の髪取ってもええわ。こんな綺麗に入るんだね。そうなんです、ブリーチン2回やって、うわ、すごい。で、その後にカラー入れてっていう感じで、めちゃめちゃ明るいね。明るくなった印象が。ああ、夏だ。夏になってるわけだ。しかもね、なんか思った以上に単発って感じじゃないというか。ああ、うん、ちょうどいいというか。そうそうそう、この長さを残しつつ夏を表現してくれました。いやー、嬉しいですね。そんな彼の名は今日ラグジュアリー。もう、とにかくこれだけ。どうよ、仲間のラグジュアリーサマースタイル初めて見ました、8年間で。お、初ラグジュアリーです。初ラグジュアリー、ありがとうございます。本当に素晴らしい。やっぱね、本当ヘアスタイル変わるとね、こんなにも人って変わりますね。ラグジュアリー、もういいでしょ。まあ、ショートスタイルにもしようと思ったんですけど、はいはい、全体的な骨格だったりとか、うん、あとは普段のファッションを見ると後ろとか長さを生かした方がよりまあファッションスタイルとしても似合うのと、うん、あとここあまりにもフェイス的にもすごくショートスタイルにしちゃうと、逆に顔とあんまり乖離し始めると逆に怖い印象っていうか、はいはいはい、なるほど、なりやすいの。まあ、それだとアンラグジュアリーだなっていう。アンラグジュアリー、ね、反対が。アンラグジュアリーね。まあ、雰囲気、まあ、元々ね、愛嬌ある雰囲気にさらに、まあ、かっこよさを足して、なおかつもアーティストなので、うん、アーティストの要素のこうオリジナルオンリーワンっていうのを表現しました。いや初めて見ましたもん、このカラーリング。したことないよね。いや、嬉しい。この色落ちしてる過程もすごい楽しめます、うん、そうなんだ、はい。それでね、最高のラグジュアリーサマーをね、やった。今年のサマーはどんなことしたい。今年は、今年の夏でしょ。夏、今年の夏は夏、マジでぶち上げていきたい。うわー。地獄チャンネル。地獄チャンネル。最後まで見てくれてありがとう。ラグジュアリーな相方を見れて僕は幸せだよ。ジンタも夏っぽくなって喜んでたよ。
次回のスカイピースはリズム天国でリズム界の頂点をピース。